皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理吉野布目です。今年もね、この季節がやってまいりました。こちらですね、昨年ね、秋限定で発売したこちら、ムキムキ甘栗風味を再販します。これすごかったんですよね、去年。うん、すごいね、大人気で再販のお声をたくさんいただいていましたので、今年も秋限定で、数量限定にはなりますけれども再販が決まりました。お、ぜひね、マロンファンの人こちらをお買い求めください。ね、もうマロンファンは絶対多いと思います。そうっすよね。ね、もう秋といったらやっぱ栗ですし、ね、もうモンブランとかも大好きなんで、もうめちゃくちゃ嬉しいですこれ。なるほど。僕で栗あんまり苦手なんですけど、なんかミルキーみたいな感じで飲めるんで、うん、ね、すごい、もうデザート感覚で飲める。そう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 、とっても美味しいです。ぜひ、ね、苦手な方も一度試していただければと思います。うんうん、そして、ね、こちらですね、夏のね、スポルテック2019で、あのブースの方で秋のね、フレーバー総選挙っていうのをね、こう開催したんですけど、そちらでね、こう圧倒的なね、票を獲得して1位になったこちらの、白い巨峰風味っていうのをこちらと一緒に販売したいと思います。3種類ね、出したんですよね。白い巨峰と、あと焼きとうもろこしとかぼちゃですね。全部でトータル何人の方にご投票いただいたんですか？1900で13票です、ね。うん、おー、すごい数ですね。こんな感じですね。で、こちらの巨峰は何票獲得したんですか？白い巨峰はね、964票。おー、だからもう半数ですね。まあ、かぼちゃ680、うん、焼きとうもろこし280っていう、86かな。じゃあもうそこですでにお客様から美味しいというもうお墨付きをいただいて、満を持して出来上がった商品ということですね。登場なんですよ。で、これもう僕史上ナンバーワンですよ今、本当にめちゃくちゃ美味しいんですよ。うんうんうん、これだから秋限定だけやったら絶対もったいないと思うんですよね。お声をいただいて、もしかしたらレギュラー化する可能性も、ね、まあ、ありますよね。ちょっと僕のね、力だけじゃレギュラー化できないんで、うんうんうん、ちょっとお客様の力をお借りしてぜひレギュラー化したいって僕思ってますんで、これぜひちょっとね、あのお声をくださいってぐらい美味しいです。じゃあ飲みましょうか。はい。うわー、いい匂い。ここに顔をうずめたいですね、僕はもう。甘い匂いですね。お水は、普通のプロテイン同様、200ml 入れていただいて、この黒の大スプーンですね、すり切り1杯になります。それでは入れていきます。よっ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 、綺麗な白い色をしています。それではいただきます。いただきます。ああ、めちゃめちゃいい匂いですね。すごい酸味がある匂いしますね。いただきます。うまい！うまいうまいうまい！マジでうまい！うますぎる。マジで美味しい。キャッホーマジで美味しいっすよ。1ヶ月ぶりぐらいに飲んだんですけど、マジで美味しい。どうですか、のめさん。匂いは結構酸味が強そうな匂いなんですけど、うん、味はマイルドな甘さがのあるそういう感じかなと思いました。まあ、そうですね、うん。あれですね、チューイングガムみたいな、なんかすごい後味いいですね。そう、すごい風味が匂いもいいんですよね。残る感じ、ブドウの。そうそうそう。これ皆さんどうにかレギュラーができるようにしてください。お願いします。切実じゃあ次行きましょうか。はい、はい、いい匂いです。甘い、あー、もうマロン、すごい甘い匂い。こちらも、200ml の水に、大スプーンすり切り1杯です。はい、それでは、ああ、いただきます。めっちゃいい匂い。ああ、ほんまっすね。
うまろん。そんなんじゃ笑いませんよ。あ、厳しいわ。どうですか。いや、美味しいですね。美味しい。あのやっぱり去年も思ってたんですけど、あのこれをね結構スイーツにして食べてる人がたくさんおられたんで、うん、そういった使い方もできるのがいいなと思ってて、うん、本当ですね。これめちゃめちゃいけますね、うん、あの前に作ったゼラチン入れて、うん、あの作ったやつとかすごくデザート本当ぴったりです ね。そうなんですよ。ミルキーの味に近い感じの、そういうすごいまろやかなあの甘みの、でちゃんと栗の味がする。そう、栗が香りますよね、ほんまに。うん、後味も今口の中栗でいっぱいです。のびさん、どっちの方が好きですか。私はもうね、こっちなんですか。私こっち。マジっすか。こっち。いや、マロン好きだから。皆さんこっちっすよ、はい、こっちをぜひレギュラー化に頼みます。本当にで気になるスペックの方なんですけれども、こちら白い巨峰風味のエネルギーから1食あたり 114.5 キロカロリー、タンパク質 20.5 グラム、脂質 1.8 グラム、炭水化物 4.2 グラム、食塩相当量 0.3 グラムで、ビタミン C が 41.6 グラム、6ミリグラム、ビタミン B6 が 1.4 ミリグラムですね。こちらの、ムキムキ甘栗風味は、1食 30g あたりエネルギーが 118.7 キロカロリー、タンパク質が 20.8g、 脂質 1.1g、 炭水化物 5.4g、 食塩相当量 0.2g、 ビタミン C が 42.5mg、 ビタミン B6 が 1.2mg になります。なるほど。まあ取れる量はもうほぼやっぱりいつも通り変わらない、うん、そうですね。同じ、はい、シリーズの、ね、はい、スペックになっています。で気になる発売日なんですけれども、うん、10月の、ね、9日水曜日ですね、お昼12時からとなります。で白い巨峰風味3200円、ムキムキ甘栗風味も3200円になります。で今回ですね、あの数量限定で白い巨峰とムキムキ甘栗風味を購入していただいた方に、こちらのね、オリジナルシェーカー、うん、普段買うとね、420円のものなんですけど、こちらをね、もうプレゼントさせていただきます。で、2つで6400円で、こちらのね、オリジナルシェーカーがね、ついてきますんでね、これ2つ買っていただいたらまた新しく、そう、新品のシェーカーつきますんでね、はい、ぜひこちらのね、セットご購入いただければと思います。で、両方ともね、数量限定になってまして、昨年はね、こうムキムキ甘栗風味だけだったんですけど、すごい早い段階でね、早期完売しちゃってたんで、うん、今回もね、もしかすると去年のねことがあったんで、すごく早い段階で売り切れてしまう可能性がありますんでね、ぜひお早めにお買い求めいただければ、うん、去年買えなかったっていう方もぜひ、今年は早めにご購入いただければと思います。皆さん、染田さんが買い占める前に白い巨峰ご注文いただければと思います。僕のね、白い巨峰好きが伝わったっていう方はね、グッドボタン、布目さんがムキムキ甘栗風味が好きっていうのが伝わった方もね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。ぜひね、なくならないうちにお早めにお買い求めください。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。